はい、皆さんこんにちは。ネットベースアナリスト横田修一です。今日はですね、初めて今新幹線の駅に来てるんですけど、駅に置いてあるこれステーションブースというもの、これが気になっていたんですね。でこれは今日は初めて利用してみたいと思うんですけど、はい、まずここのとこにありますように会員非会員のボタンがあります。でこれを押してですね、この下にあります、はい、スイカですねというものでお金を払うとですね、利用することができるという仕組みになっています。でこのね、狭い部屋の中で、机が置いてあって、インターネットの回線があって、ちゃんと空調もちゃんとしてて、照明とかもあってですね、消音もちゃんとされていてですね、非常に使ってみてよかったんですね。今日はこれについてですね、実際にやってみたいと思ってるんですけど、で今ですね、これ僕が予約したことになってるんで、この予約が切れるのが14時30分になると利用いただけるということなので、その時にですね、またやってみたいと思うんですけど、今荷物全部置きっぱなしにしてるんですけど、それが果たしてできるかどうかちょっと楽しみなんだけど、つまりですね、延長ができないんですよ。1時間しか使えないんですね。なのでこれが中から延長ができたらいいのになと思うんだけど、最長で1時間ですね。後でメニュー出てきますけど、15分単位ぐらいで選べるんですね。で1時間だと多分1000円ぐらいかかっちゃうので、まあまあ高いです。なんですけど、やっぱり僕今ですね、テレビ電話で打ち合わせやってたので、外でなかなかできないし、ちゃんと座って落ち着いた感じ で声も周りに漏れないしっていう風にしたいなと思ったら、こういうのは便利かなってことで、ちょっと今回ね利用してみましたってことで、これ1回利用してみるとすごい便利なんで、なんかまたね、駅に行くたびに利用したくなる気持ちもわからんでもないなっていう気がいたします。はい、ということで、あと1分ぐらいでですね、使えるようになると思いますので、また続けてやっていきたいなと思ってるんですけど、でライトもね、ちゃんとですね、輪っかのやつが置いてあってですね、で使えます。でまあ本当狭いので1人しか入れませんけど、まあでもね、ちょっと仕事するにはいいかなと思ってます。特にZoom ですね、Zoom で打ち合わせするっていう時とかには結構便利かなって気がしますね。まあ、それ以外の時だったらカフェでもいいし、その辺のベンチに座ってやってもね、仕事はできるんですけど、やっぱりそのセミナー受講するんだったらこれはできるじゃないですか。ヘッドホンすればいいんだけど、自分が喋るってなった場合は周りの人がいるのに喋るのちょっとね、勇気がいるし、なんかこういうマスクをするやつもあったけど、さすがにそれもね、いまいちなんで、喋るし相手のも聞かなきゃいけないという、まあ、双方向のテレビ電話の場合はですね、この機能、このサービスが非常に使えるなということですね。まあ、短期間、そんな長くないと思うんですね、打ち合わせとかもね。なので長くて1時間とかだと思いますけど、今使えるのかなと思います。ということで、はい、まもなく14時30分になりましたので、空いてますの表示に変わりましたからやってみたいと思います。はい、僕は会員じゃないので下の、はい、非会員の方を押します。はい、そうするとですね、ここに料金体系が出てきまして、どれにしますかって聞いてくるので、今回はですね、一番下の15時30分5分までをしてみたいと思います。そうすると、はい、IC をかざしてくださいって出てるので、この下のとこで IC ですね、 Apple Watch で、そうするとここのね、はい、お支払いありがとうございますって、ここの鍵が開きます。で鍵が開くと、中に入るとこんな感じになってます。はい、これもさっき使ってたのでもうそのままになってますけど、ほんとこのぐらいのスペースですね。でこれ HDMI がありまして、これをつなぐとここのディスプレイに映すこともできるので、いわゆるノートと2段でですね、こう使うことできるんで、これ結構便利かなと思いました。これ僕これないんかと思ってたんですよ。これあるんだったら結構テレビ会議にはいいなと思いましたね。自分のパソコンで映すんじゃなくて、こっち側に拡張でね、投影するってことができるので、これはいいかなと思いましたね。で、これがね、ここに置いてありましたので、これ使うとね、照明もちゃんとなってるし、いいかなと思ってます。で、あとは、Wi-Fi を使えますね。有線はないです。Wi-Fi なんですけど、どうでしょうかね。そんなに回線も遅くない気がしますので、ちょっと見てましょうか。はい、例えば、ファスト。はい、このぐらいは出てますね。20Mbps ぐらい出てるので、まあテレビ電話とかするんであれば問題ないし、今僕ライブ配信もやってたんだけど、ライブ配信も多分ちゃんとできてるんじゃないかなと思います。まあギリセーフぐらいですね。なんで、こんな形ですね。ちょっと紹介しておきますけど。
使えますので、今日はね、少し紹介いたしました。